第二次世界大戦太平洋戦争日本本土の戦い日号作戦日号作戦は太平洋戦争末期に日本が陸海軍合同で行った日本海における戦略物資の海上輸送作戦のことである。食糧事情が悪化する中、本土決戦に備え日本海航路の遮断前に満州及び朝鮮半島から日本本土へ 可能な限りの食料などを輸送するために実行された。1945年6月1日時点での日本の勢力範囲。1945年3月に東南アジア方面との南方航路が閉鎖されて以降、日本に残された重要なシーレーンとなったのは、日本海を経由する朝鮮半島との航路であった。東、シナ海経由の下北航路と並んで、 本土決戦に向けた部隊、軍需物資の移動や国民生活を維持するための食料輸送に極めて重要だった。これらの航路の遮断は配給制度の破綻を招く恐れがあった。太平洋戦争開始前の日本本土の食料、自給率はカロリー換算で約8割で、残りは台湾や朝鮮半島、満州、東南アジアからの移入に依存していた。戦時中も 主食の国内生産量は大きな変化がなかったため、ーレーンの遮断は食料事情の悪化につながったのである。工業用を含めた塩の自給率はさらに低く、食用、飼料用だけでも大幅な不足が生じており、1945年や秋には飼料用事用の配給停止が予測されるほどだった。しかも、1945年は天候不良と肥料不足から、 代用食として重要な小麦の協作までが重なった。同様に米も非常な協作が予想されていた。同年4月に成立した鈴木貫太郎内閣は情勢を踏まえて食料確保を重視し、新たに始まった国家船舶制度に基づき、潜伏を優先的に食料輸送用に割り当て始めた。日本軍も大陸方面航路の防備を放置していたわけではなく、 1943年5月以降に東、シナ海などに機雷を伏設し、敵潜水艦の侵入を阻止しようとしていた。1945年3月26日に海上護衛像司令部が発令した、津島海峡機雷関伏設だけで6000個の93式機雷が使用されている。しかし、1945年6月6日に、旧石の アメリカ海軍潜水艦が高性能ソナーにより、機雷を回避して突破に成功し、天皇の欲想とあだなしていた日本海での通商破壊を開始した。これにより、日本商船27隻が沈められ、日本海軍は日本海でも本格的に対戦護衛を行わなければならなくなった。また、3月末からアメリカ軍は、 従来の潜水艦や航空機による通称破壊に加え、航空機による機雷不設で日本周辺の海上封鎖を行う気が作戦に着手した。関門海峡や瀬戸内海が最初の攻撃目標になり、内海航路すらも麻痺し始めた。B-29 爆撃機の行動範囲から日本海側へも攻撃の手が及ぶことが予想された。 1945年6月、日本海航路が使用可能なうちにと、日本陸軍と日本海軍の間で、日本海における輸送作戦実施に関する陸海軍中央協定が結ばれ、石油強行輸送の南号作戦に習った日号作戦の実行が決まった。短期間でできるだけ多くの戦略物資を輸送することが作戦目的で、当面は、 津島海峡方面に護衛の重点を置くと定められた。北海道、カラフト方面も作戦地域に含まれている。参加兵力は海軍が海上護衛総司令部指揮下の第1護衛艦隊や第7艦隊、第901海軍航空隊などに属する駆逐艦、解剖艦約60隻、航空機200機ほか、陸軍が第10飛行士団、 第12飛行士団の各一部や各地の防空部隊など航空機約70機、降車砲200門以上などとなっている。内航海方面にある兵力は、下北航路を放棄して7月上旬に配備、変更された。なお、護衛部隊用の燃料不足が深刻で、消費燃料の最善活用に努めることが、作戦要領にも明記されていた。 輸送される戦略物資とは主に食料関係の物資で、もろこしや大豆などの雑穀のほか食用、家畜飼料用などの塩が輸送の対象となった。米の輸送はほとんどなかった。護衛の方式は、それまで日本海では商船に航路体内を自由航行させ、対戦関係で適宜紹介する間接護衛方式がほとんどだったのを変更し、 朝鮮半島北部行きの航路について、五層船団を組んでの直接護衛を全面的に導入した。それ以外の朝鮮半島南部などへの航路については、引き続き間接護衛を原則としたが、一部で五層船団が編成された。作戦の期間は、陸海軍中央協定や、皇術の大海指台524号では、明示されておらず、津島海峡。 動脈輸送路を可能な限り、長期間放置するものとなっているが、会場護衛総司令部参謀だった大井厚氏によると、約20日間の集中輸送を行う計画であったという。6月28日、陸海軍中央協定に基づき、大本営海軍部は、大会予備第524号を発し、海軍総司令長官、小沢寺三郎中将に非合作戦開始を指示した。 積立港には朝鮮半島沿岸の諸港が利用され、中でも夏が中心となった。陸揚げ港としては、機雷封鎖で瀬戸内海の主要港が使用不能のため、北部九州から北陸地方にかけての日本海側の港が広く使用された。山陰地方西部では江崎港や湯屋湾などの小港に仮設桟橋を設置してまで利用した。二役用の橋景を 瀬戸内海からも開港し、上陸用集艇も代用に投入した。作業員としては、本業の沖中市に加えて、兵士も出動した。船の絶対数不足に加え、陸揚港には、設備不十分な小港が多くて、船の稼働効率が落ちたこともあり、当初は満州各地から集積された物資が積み出し港に停滞してしまった。その後、仮設港湾などが機能して、 日本本土への陸揚げまでの効率は上がったが、今度は陸揚げ後の陸上輸送能力が不足して陸揚げ地に物資が停滞してしまった。鉄道引き込み線の増設も行われたが間に合わず露天集積されたもろこしが雨に打たれて発芽するありさまであった。この間にもアメリカ軍の気が作戦は続き、日本海沿岸諸島へも次々と嫌いが投下された。朝鮮半島に近い北部、 九州などは6月中から投下を受けていたのが、7月には、さらに範囲が広がって遠く、秋田県の船川港まで及び、朝鮮半島沿岸も、機雷投下を受けた。機雷の投下数は7月9日以降の分だけで3746個に、上った。うち420個が、集中投下された夏は、客船の運航停止に追い込まれた。量の多さに加えて、 機雷の種類も多様で、磁気、水圧、音響などの各種起爆装置が混用されたため、技術的に掃海は不可能だった。日本海軍では日本海航路を含め、日本の港湾の完全封鎖も時間の問題と考えるようになった。八の港でアメリカ艦上機の空襲を受けつつある日本の規範船。7月中旬にはアメリカ海軍の機動部隊が、 北日本一帯を攻撃し、北海道空襲などを行った。この攻撃で、西艦連絡船8隻沈没を含む機船46隻と、帆船150隻が使用不能となり、北海道からのジャガイモなどの食料や、石炭の輸送も激減することになった。以上のように多くの障害と犠牲がありながらも、7月中の日本の海上輸送実績は95万4000トンを、 記録している。これは目標の60万トンに対して150%以上の達成率という好成績だった。7月末にも予測されるソ連の対日産戦前に朝鮮半島からの食料緊急移送が試みられ、脱気を勇気の参考に向けて約40隻の商船が出発した。8月10日までに積み取り完了して帰還するよう指令されていたが、 まだ多くの船が積み出し港に停泊中の8月9日未明にソ連軍による空襲が始まり、ラツ所在の商船15隻の内貨物船、ノメルボルマルなど13隻などが失われた。護衛の第82号解剖艦も、ラツ沖で沈没したほか、勇気でも少なくとも3隻の商船が撃沈されている。なお、ラツを目指して航行中の一戦団は、解剖艦宮城、 第87号に護衛されて転身し、元山へ無事に入港できた。また、この戦闘により、ソ連軍機11機を撃墜した、ソ連軍地上部隊により満州及び、朝鮮半島北部が攻撃を受けたことで、満州方面からの食料移送は完全に終了した。それから間もなく、日本軍は降伏した。ありがとうございます。